どうも、つむつむおしみたです。今日はね、こちら、はい。新つむの確率アップが来ております。で、今月ですね、あれがあるのよ。お店屋さんイベントっていう新つむでしか遊べない豪華報酬、スキチキ2枚がもらえるね、超激アツイベント、まあ、ブラックなんだけどね。ブラックな代わりに収入がいいみたいな、そんな感じのイベントがやるので、今回は、まあ、この新つむの中でやっぱマリウスがね、圧倒的にこの新、イベントでは有利ってことで、まあ、アマレス、ゲットしていこうかなと思います。ちなみに、まあ、僕のね、今回の月末イベントおすすめ積むとしては、マレスかアズールかな。うん、マレスかアズールか、アズールかな、ね。周回しやすいっていうメリットがあるからね。この2体は。まあ、あとはイデアかな。うん、イデア。イデアはまあ、スキル1でロングチェーンもできるんで、こちら、300万コインくらいありません。300万ないんだけど、299万コインあります。なんで今回は、だから、299連だね。間違え。99連だ。やばい。99連したいなと思います。で、見て、ほら。マリウスが 4% なんで、まあ、この前はね、出なかったんだけど、全然。超爆死したんだけど、まあ、今回はおそらく、まあ、そろそろ収束してくれるんじゃないかなっていう。今日、神々だね。で、まあ、スキル3にできたら、まあ、2体出すだけだから、簡単でしょ。100連引いて2回2体出なかったらちょっとやばいよね。まあ、2体出すだけなんでね。まあ、簡単。まあ出るでしょう。まあ、今回も、マルスだけ確率が低いみたいなね。まあ、神引きはないと思うんで、さすがに。アズールありがとうございます。まあ、できればスキル3にしたいなっていう。今スキル2をやってるんでね。で、スキル2ね、どれくらいの効率だったかっていうと、だいたいね、一歩効率1400コインで、スタードナルドのね、スキルマックスと同じくらいだったね、スキル2で。まあ悪くないんじゃないかな。まあスキル3にしてどれくらい伸びるかっていうのが知りたいね。アリス。今回100連だから結構余裕あると思うよ。まあ動画時間長くなっちゃうけど。ルカめっちゃ出るんだけど。ルカ出すぎじゃね？出るんでしょうか。また出た。ルカ大丈夫これ。やばいよ。0.7% よ。0.6% だっけ ?0.6% こんな出ることあるか。やばすぎだろ、普通に。3連続出た。いや、そんなことないか。いや、怖っ。謎の引きをしてしまったね。あ、マルドラじゃん。なんか久しぶりに見た気する。僕ね、こんなにルカとか出してんのに、ガストンはね、一切出ないんだよね。ボックスから。ガストンマジで一切出ないです。なんでこんな出ないんだろう。調整されてんのかね。でも確率同じはずなんだけどさ、ガストンだけ異常に出ないんだよね。はい、アマゾンね。ジョー。だから、新積むの出が悪いね、今回ね。だからもう50万コインいってるやん。まあ、この時点では爆死になってるけど、完全な爆死だけどね。まあ、結局 4% だからさ、出るか出ないかなのよ。アマゾン、また出た。まあ、スキルマックスに近いんで、ちょっとスキルマックスになるまで、引きますか。はい。あ、イサベラだね。割と新規のツム。え、イデアまた出た。あれなんか今回あれだね。なんか新ツムの出が悪いね。かなり悪いね。マルス。ありどりどり。ありがとう。よし。さあ、マルスだけスキル2ですよ。みんなスキル3以上になってるのにね。マルスだけスキル2ですよ。もしも、ちなみにね、今回もしも爆死したら、マルス関連ガチャ、6回連続かな ?6 回連続爆死したことになるんで。まあ、すごい快挙になると思う。すごい快挙になります。はい。まあみんなはね、今のタイミングではまあ引かなくていいかなっていう感じだね。まあ月末、その、ピックアップがやる可能性があるから。お、もうすぐ100万コイン使い切るんだけど、0体だね。100万コインで0体です、今のところ。エリオ、
てか 4% のレオナとマリウスが一体も出てないんで、確率的に言えばさ12回に1回くらいね出るはずなんだけど、まあ出ないね、出ない出ないレオナかマリウスがマジで12回に1回出るはずなんだけど、あ出た、あマリウス出た、ありがとうございます。よし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 、いやびっくりしちゃったいきなり来たからびっくりしたよ。よっしゃ、意外とさらっと出るな、出るときは出る。トレメイン、まあ来月多分マスカレードトレメイン来るんじゃないかな。よし、197万コインサプライズエルサー、はい、150万以内でもう一回マレス出せたら、まあ確率通りかな。レオナが一体も出ないけどね。まあ、レオナはこの前出すぎたから、まあ、今回出なくていいんだけど、正直。スキル3になったらやめるわ。うん、スキル3になったらやめる。このまま一体も出ない可能性もあるけど、一応。はい。おー来たすげえ、今回いいじゃん、今回めっちゃいいじゃん、神ビ。ちょっと待ってね。いや、ちょっとスキル3になって、なったらやめるって言ったけど、180万コイン全部引いて、どれくらいまで上がるか試してみよう。今回はいいかもしれん。え、6回目にしてやっとマレウス通常通り出るかもしれん、これ。めっちゃ嬉しい。今までマレウスガチャ本当に全部爆死してきたからさ。今回が初。初何、何神引きじゃないけど、確率通り引きなるかも。メタ。残り100、まあ、ちょ、本当はさ、ちょっとコイン残しておきたいんだけどね。まあ、スキル4になるまで4体も必要だからさ。あ、リドルありがとう。リドルスキル4。はい。はい、メーターね。メーターですね。メーターもすごい出るね。あ、リドルすごい出る。リドルがすごい出るようになった。あ、そういえばね、僕あれです。リドルのさ、粘土の、何フィギュアじゃないけどさ、あれ作ったんだよね。なんかそれも動画で出そうかなと思って、動画にしようかなと思って迷ってんだよね、今。まあ、実写動画になるんだけど。さあ、折り返し地点まで来ましたよ。今のところマレウスが2体出てるから、確率通りだね。いい感じ。ルカ3体目。3体目じゃないルカ。4体目か。あー、超久々に来たんだけど、超久々に来ためちゃくちゃ久々に来たわ。ガストンいつぶりだ、三が日以来とかかもしれん、もしかしたら。でそれより前に出てるかな。でもマジでそのレベルで出てこなかったんだよガストンそのレベルで、ね、出なかったんだよね。すごやばすぎだろ。よし、白ウサギ、まあ、ガストンはちょっとスキル5までね上げたいからね、頑張ってこの調子で。ミラベル、ミラベル、ミラベル。さあレオナが出ない、これレオナだったらやばいね。あ、バネッサ初ゲットだわよっしゃ、これで常駐コンプリートした、常駐コンプリートしたね、これで。バネッサだけ唯一持ってなかったからさ。よっしゃ、ビーンズかもね。いや、今回はちょっと全体的に新ツムの偏りが。あー、レオナやっと出た。まあ、レオナ1体目ね、これで。いや、これマレスだったらちょっと絶望だったね。危ない、危ない。もう2体、え、マジで?2 連続。いや、これ追いつかれたんだけど、やばい。早速追いつかれてしまった、レオナに。マレス巻き返してくれ、これで。ちなみに、このまま後半戦1体も出なかったら、結局爆死に戻っちゃうからね。あー、やばい非常にまずいぞこれ。レオナがスキル4になってしまった。非常にまずいぞ。もう1体リードされてますね。てかレオナさ、この短期間で出すぎじゃね。この奇跡をマリウスで出してくれればワンチャン巻き返しありえるんだけど。3体くらい出ません、マリウス今の奇跡を。もう一度レオナさっき出すぎじゃなかった、普通にやばすぎだろ。
やばいやばいやばい、あと2体出さないと爆死になっちゃう。結局爆死に戻ってしまう。ギデオン出すぎじゃない、さっきから。そんなことないか。はい、やだ、また爆死。あ、野獣なんか久しぶりな気するわ。さあ、また爆死になってしまうのでしょうか。不倫です。89万コインだね。いやー、スキル3的にやめておけばよかったか。スクランプ、まあどっちにしろ上げれるとこまで上げておきたいからね、今のうちに。はい、スケマレが三が日で復活したとしても、まあ確率はね 4% 以下になっちゃうから、まあ、まあ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 ここで引いた方がまだ確率高いっていう。あ、やばい、爆死かもしれん、これ。これやばいぞ。爆死かもしれんぞ。結局またレオナに追いつかれるんか。今回マレウス上振れてるなって思ったのに。結局、レオナに追いつかれてしまう、マレウス。追いつかれるっていうかもう追い抜かれてるね、完全に。はい。アースラ。まあ2体出ただけでいいかもしんないね。よく考えたらね。2体出ただけでいいかもしんない。まあ1体も出ないよりマシかな。300万コインにゼロとか普通にあるからさ。はい、4体目。レオナ4体目ですね。レオナ4体。もう完全に2倍以上差がついてしまいました、これで。なんでこんなレオナ出るんだろうな。なんでいつもレオナにすごい偏るんだ。不思議だな、逆にここまで来ると。逆に不思議。レオナスキル4の十何パーセントで、マレウスがスキル3だよ、まだ。どんだけ差が出てんの、これ。ありえる。まあ、スキル3にできただけいっか。うん、プラス思考大事。シンバ。え、最後もう3連続マレウスとかない、これ。3連マレウス。3連マレウスみたいなことが起きたら最高なんだけど。ポカちゃん、ポカちゃん曲付き復活しないかな。そろそろ来てほしいな、曲付き。あー、オッケーオッケーオッケー、ありがとうありがとう。よし、やっと3体目、あと1体出せば確率通り。うわー、2連続来なかったか。2連続来なかったか。まあレオナの時すごかったからね、ほんと。はい、イデア。やば、あと1体出さないと爆死になってしまう。また爆死になってしまうぞ、これ1体出さないと。いや、マレウスガチャでほんと上振れたことないね。まったく。下振れしかないやん、今まで。こんなことあるんだね。はい。さあ、あと20万コインだね。出るんでしょうか、マレウス。ハム2体目。ちなみにこのガチャで一番出てないのが、アズール、いや、マレウスか。やっぱ結局マレウスか。ヤングオイスター、あと3回あ、リドル出た。3回以内出るかな。3回以内、あと2回いや、きついあと1回、あと1回どうぞ。あー、アズールね。はい、アズールで終わりました。ということで、レオナが4体かな ?5 体か。レオナが5体、マレウスが3体でしたね。リドルがめっちゃ出て、ま、アズールも、ま、そこそこ出て、イディアもそこそこ出たね。ということで、まあ、またね、マレウスだけ遅れを取ってしまいました。マレウス以外全員スキル4っていうね。悲しいことが起きてます。よし、じゃあマレウススキル3どれくらい稼げるかやってみるか。ごめんなさい、今回ね、また、録画方法も前のバージョンじゃないわ、前のやり方とに戻してるんで、またタッチペンの音がすごいかもしれない、これ。はい、あー、マジか。はい、13消去いいね。
あーやっぱいいね、効果時間が若干長くなっている。え、長くなってるよね。はい、はい、お、いいぞいいぞいいぞ。お、そしてループするようになってるね、ちゃんと。いいじゃんこれ、いいんじゃないですか。はい、ほら、よし。サバーカもさ、ステッカーブックで、ステッカーブックじゃないわ、月末イベントでね、マレス使っていくと思うからね、めちゃくちゃ。ある程度育てられてよかったね。上振れなくても、まあ、出るだけ出てくれれば。はい、まあ、下振れてはあったけど、出てくれるだけよかった。謙虚に行こう、謙虚に。はい、ほら、はい、オッケー、はい、ほら、やっぱね、スキルの周りがね、低スキルだと結構スキルマックスとかと比べるときついところあるね。やっぱ消去数がでかいからね。いや、今のもったいないな、そこでカバーしてる感じなんかな。はい、オッケー、おっと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 、はい、僕を呼んだな。ほら、よし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 。お、6000いってるやん。あー、マジか。まあ、さすがだね、さすがマレス、ちゃんと6000いける性能にはなってるね、スキル3で。オッケーオッケーオッケー、いい感じです、いい感じでは。はい、ということでマレスね、はい。まあ今回ガチャしてみたんだけど、まあ、マレスちゃんとスキルサインできたのでね、まあよかったです。まあいいでしょう。ということで、あ、なにこれ、効果時間変わるわけじゃないの？効果 M、必要点数27。効果時間が変わるとは書いてないね。まあいいや。まあ、多少多分ね、長くなってると思う、多少は。まあということで、まあ、結果的にはマレスが一番下振れたんだけど、まあ、それでもまあ3体出てくれたんで、まあよかったと思います。100万で1体ね。100万で1体。よかったと思います。ということで、今回は、マレス狙いでガチャしていく動画でした。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴、本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども、概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかを分かりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。